2つ目こちらです。じゃんじゃん、自分の中のクエスチョンがイタリアで消えた、はい、はい、ということなんですけど、はい、向こうでの話を教えてください。そうですね、イタリアで、まあ、働くことによって、はい、まあ、最初の、ね、3ヶ月間ぐらいは言葉も力に通じなくて辛い思いをしたんですけど、はい、やはりずっと日本で働いてた時にやっぱ上下関係も厳しく、うん、自分の思いも言いたいことも言えず、うん、やっぱりなんかすごい辛いなって、このままでいいのかなっていう気持ちを持ちながら、はい、イタリア料理を続けてたんですけど、はい、でイタリアで働いてみてまず感じたのがやはりその働いてるスタッフがみんなもう本当に家族のように、うん、もう上下関係もそんなに厳しいこともなく、その代わり自分で与えられたセクションはもうプライドを持ってこなしてるという、上の人に指示されてこうやって全部やるんじゃなく自分の判断でそういうことをできる環境っていう、うん、いいですね、うん、日本と違ってなんかイタリアンな感じですね。そうなんですよね、そういうお店のやり方もね。だからやっぱりすごく、うん、お客様も、うん、もう僕が作ってもう一番感動したことがあったんですけど、はい、空になったお皿を持ってきて、うん、これ誰が作ったんだって、それたまたま僕が作ったもので、これ僕が作ったって言ったら、おかわりさ、おかわりくれて、そういうこともすごい、すごいですね。そのともやっぱ周りのスタッフ も自分の上司もやっぱすごいブラボーって褒めてくれますし、やっぱりなんか日本だとやっぱり、ね、どうしても美味しいお料理をお客様が食べたらそこの料理長であったりとか、はい、オーナーであったりが評価される、うんうん、だけどイタリアはその本人が評価されるんで、で周りもそれに、ね、対してちゃんとにコメントをくれたりとか、いいですね、なんか毎日がドラマチックな感じで。そうですね、だから本当にいろいろそういう意味では、ね、そうですね、本当にだから一人のシェフの機嫌によってその日のお店の色が変わるっていうのが日本のスタイルだったんで、うん、その当時はね、うん、だからそういうんじゃなくやっぱそれぞれがみんなプライドを持って、はい、なおかつ楽しい時間を過ごせるっていう、うん、で和気あいあいとしながら、だけどそういうのがまた一つ一つが、うん、なんかイタリアンのやっぱりイメージって私もありますけど、はい、なんかこう日々毎日がちょっとこう美味しいものをみんなでワイワイと、はい、ワイン乾杯しながら、はい、こうカジュアルにそうです、ね、もうデイリーにみんなでこう楽しむっていうなんかイメージありますよね、うんうん、そうなんです、だから娯楽がね、うん、本当に日本みたいにいろんな娯楽がないんで、うん、食事が娯楽なんですよ。あ、だからそのいかに食事が大事かっていうのをみんな知ってるんで、はい、だからもう地産地消っていう言葉はあるんですけど、それはもうイタリアでは当たり前のことで、もう地元で採れたものを地元の人が消費をするっていうのは、あえて言うでもなく昔から当たり前に、当たり前のことがそこにあったんですよね。だからそれはすごい僕にとってはすごい、うん、衝撃的でしたし、うん、食べるっていうことの楽しさっていうか、はい、大事さっていうのを教えてもらった期間なのかなっていう、うんうん、あ、だからそこが自分の中で帰った時に自分でやるお店はそういうお店作りをしようっていうのでクエスチョンが消えたっていう。なるほど、まかない一つ食べるのも楽しそうですよね。そう、本当そう、本当にもう、ね、朝シェフと会った時には、はい、朝もうチャオって挨拶した後に、うん、昼ご飯何食べるっていうのが 朝行ったらもう昼何食べるっていう、もうこれリクエストしたら聞いてくれるんですか。もう意外に僕権限あったんであそうですか、はい、でまかないもイタリア料理なんで、うん、どっちかっていうとその出してるメニューももちろん勉強にはなるんですけど、うん、まかないが勉強になるんですよね、うん、すごくね。なるほど、だからその地方料理を食べるんで、なんかこんなもの食べたいあんなもの食べたいって言うと、うん、いいよいいよって言って、うん、作ってくれたりとか、ね、そしたらもうお昼楽しみでしょう ね、 そうですね。普通だったら日本だったらもう朝午前中しっかり働くために朝とりあえずお腹いっぱいにして、お昼もできるだけ短くコンパクトで午後いっぱい働くためにお昼もバーッと食べてってイメージあるけど、そうそうそう、もう逆、ね、真逆ですよ ね、 ね、その時のシェフが面白いのが、はいはい、一切味見しないんですよ。へえ、俺は匂いで分かるっていう、匂いで分かるで、ね、いや、なんで味しみしないのかと思ったら、まかないをいかに美味しく食べるか、お腹が空かしたいんですよ、
だから味見したらお腹がちょっといっぱいになっちゃうじゃないですか。そうですね。だからそれもね結構面白いな。みんなと一緒に食べるから。そう、味見はしません。味見はね、うん、僕はしますけどあのそこのシェフがグリエルモっていう名前のシェフなんですけど、グリエルモは味見しなかったですね。匂いだけ嗅いで判断してましたね、はい、こちらのテルチーナさんも当然看板メニューいっぱいありますけれども、はい、下にライカーズ貼っておきますから、はい、こちらでご覧ください。ぜひよろしくお願いしますさあでは3つ目のキーワードに行きたいと思います、はいはい、3つ目こちらです。じゃん。